男子テニスの国別対抗戦、2024デビスカップワールドグループ、WG 一部の日本対コロンビア戦が、9月14日と15日に東京有明コロシアムで開催されている。初日にシングルス2試合、2日目にダブルス1試合とシングルス2試合の計5試合を行い、先に参照したチームが来年のファイナルズ予選への進出決定。負けた方は WG 一部プレイオフに回る。 まさに負けられない第一番である。昨日行われた試合は気泡の通り、日本は西岡義人、世界ランク54位、がアドリアソリアのバレラ、同460位を6に、6対4で下し、西コリ K、同205位はニコラスメヒア、同237位、2646対4と2勝を挙げ、チームの勝利に大手をかけた。 これらの試合を会場で応援していた日本テニス界レジェンドの松岡修造氏が15日、自身の公式インスタグラム、アットシュゾアンダーバーできる、を更新して3つの、伝えたいことを綴った。1つ目は、初戦を勝ち切った西岡を、吉人ガッツ。テニスの心も良い人で戦い抜いた。素晴らしい、と称えた。2つ目は、8年ぶりにデハに出場した西木織に対して、おかえり系。 デハイは覚悟がないとプレーできない。テニスの情熱がありけに帰ってきた。K ゾーンテニス、と、デハイで活躍した松岡氏ならではのメッセージを送った。三つ目は、チーム日本家族として、ダニエル太郎選手、マ抜ヌ陽介選手、モ月慎太郎選手のほか全豪ジュニア優勝の坂本霊選手、ウィンブルドンジュニアベスト4の本田直ナ選手もチームに加わった。 全員がチームの一員として、家族として、まさに一つになって応援する姿に胸が熱くなったと、コート脇で声援を送っていた選手たちも松岡氏の心に響いたようだ。そして最後に、さあ、今日も添田号監督のもと、みんなで号しよう。興奮大陸収蔵と、収蔵説も炸裂させた。